サコスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、みさこです。今回はタイのパタヤとラン島に行ってきた様子をお届けします。私は昨年7月1ヶ月間タイにいたんですが、土日を利用してパタヤとラン島に行ってきました。早朝出発したんですが、道中土砂降りになってかなり不安な旅の幕開けとなってしまいました。今回は個人でワゴン車と運転手を手配しているので、パタヤまで直接送迎してくれます。バンコクから2時間ちょっとでパタヤに到着しました。雨も上がって気温もテンションも上昇でございます。すーげーボートの数だわ。めっちゃ人多いよ。観光客がやっぱり多いですよね。ボートでラン島に向かうんですけど、時間が決まっているようで、そのボートに乗らないといけなくなります。行くよ。ほっ。実際に揺れてる船に乗り込むんですが、もうそれだけでワクワクしました。中から人が乗ってくる様子をただ見るんですけど、ちょっと脆いんでそのまま流しちゃいますね。反応が。でもこれもめっちゃ懐かしい、超思い出だわ。さあ、ということで出発です。こりゃパソコン持ってきたくないわ。こういうボートってさ、すんごいスピード出すじゃん。本当に大丈夫って思うんだけど、風もすごいんで髪の毛ぐっちゃぐちゃになりました。いやもう見て、あの角度で走ってるからね、普段正面見えないのよ。運転手さんだけ見えてるの。ようやく真正面見えるやん。30分もかからないぐらいでラン島に着きました。降りるときね。ビーチにバシャバシャ降りてく感じですか。そう。面白いな。でこれ船が陸まで着けないので、海にポチャンポチャンって入りながら岸まで私たちは上がります。着いたら早速ご飯タイムです。やっぱり島なので魚介類が多いかなっていう印象を受けました。早朝からの移動だったので、みんなお腹ペコペコです。1人1エビありますか。なんか違うところから私なんかいい感じ。そうお魚をこうやって料理するのってすごくタイっぽいですよね。そしてみんなが泳いでる間ですね、私がめちゃくちゃご飯を食べながら喋っていたので、なんと海に入りそびれました。急いで水着に着替えて、とにかく海にドボーンです。さっきより深くない？すごいな、真っ黒。本当はもっと長く乱闘にいられる予定だったんですけど、山の向こうからすごい雨雲が近づいてきていて危ないということで、予定より2時間弱ぐらい早く本土に戻ることになってしまいました。パタヤに戻ってホテルにチェックインしました。ここで一つ失敗があって、私ね、パスポートを持ってきてなかったんですよ。これ国内移動だからと思ってパスポートの存在をすっかり忘れていたんですが、ホテルに泊まるときにはパスポートがいります。皆さんご注意ください。海に向かうぜ。イエー。うーわー、すごい。夕暮れの海、波も穏やかでとっても素敵な景色でした。
行なんで。え、すごい。これおかげで今くれてはいます。何をおかけるんです？人の目とか顔。すごい。イエーイ。めっちゃすごい。それ YouTuber ですよ。YouTuber初めて見た。少し雲がもくもくとしてるんですけど、その隙間から空が七色になってたんですよ。初めて見ました。とっても感動しました。それでは夕食に向かいます。夕食は乗り合いバスで近くまで進んでいきます。こちらは1人10バーツ。降りるときにコンコンって窓を叩いて降りるのを知らせて、運転手さんに自分のお金を払うっていうシステムです。初心者にはなかなか難しいシステムですよね。これどこに行くか分かんないしって最初すごく不安でした。向かった先はザ・パタヤナイト。もうネオンギラギラ、音楽どんどん。ここでご飯食べんのっていうのにちょっとドキドキしてますが、本人はめちゃくちゃ盛り上がりました。血が騒ぐ。今回はね、現地サポートの方がいらっしゃるので、その方にもうおんぶに抱っこでついてったんですけど、まさかこんな景色が見えるとはって思いました。やっぱり手が離せる。もっと近かった。うーわ、うわぁ。おーい、台風行ってみます。頼む。飲むために持っちゃったんだ。1日目楽しかったね。お疲れ様でした。この時はまだタイに来て1週間しか経っていなかったので、ほぼ初めましてっていう感じなんですが、もうとにかく楽しくご飯を食べることができました。食後にホテルから見えたナイトマーケットに繰り出しました。入り口で蛇が売ってたりとか、ワニの肉とか、もうなんかいろんなものがありました。そしてこれは私が大好きな大好きなスイーツ、ロッティです。まあ油と砂糖と小麦粉っていう、もうザ・カロリーのものなんですが、夜に食べるのが美味しいんだよな。今回は私は卵を追加してちょっとふわパリッとしたロッティにしました。めっちゃ油使うのよね、知ってる。バター、めっちゃ使う。帰宅後すっかり爆睡して朝です。近くのセブンイレブンでホットスナックを購入しました。こちらはその場で焼いてくれるので、本当にサクサクのホットサンドを食べることができます。最高じゃない？めっちゃ美味しそう。このサービスやってほしい、日本でも。これは嬉しい。本当に日本で流行ってほしい。うまっ。ご飯を食べた後にやってきたのはパタヤエレファントビレッジです。ゾウさんに乗ったり餌をやれたり写真を撮れたりします。ゾウ、ショーがあるらしく、雨が降り出したのでその時間までカフェで過ごすことにしました。結構ご飯のメニューもあったりとかして、ゆったり過ごすことができます。ドリンクもおしゃれですよね。そしていよいよショーがスタート。ダンサーの皆さんがオケに合わせて踊るタイスタイルあるあるでございます。もちろんゾウさんも登場してくれました。そして終わった後は100バーツで演者さんとツーショットが撮れます。ツーショットが100バーツ400円とチェキ。バナナを購入してゾウさんに直接あげることができました。
写真を撮るときゾウさんがちゃんとポーズ撮ってくれるんですよ。めちゃくちゃ可愛い。そしてお礼のお金をゾウさんに渡すと上に乗ってる方に渡してくれます。賢いですよねゾウさん。もうカゴの中に直接鼻突っ込んでるな。今回は雨も降っていたのでみんなゾウさんには乗りませんでした。めっちゃいっぱいあるよ。すごいよ。全部食べ物屋さんだよ。何食べよう。選び放題、食べ放題。わあ、うん。お腹も空いていたので帰りの道の駅でご飯をいただきます。わー、ポップンカー。わー、ピンクいよ。ねー、すごい。そう、なんかね、ワンタンみたいなんだけど違うんだよね。タケノコ。タケノコかも。縦にしか切れない。うん、ちゃんと辛い。いただきます。すごい辛いって言ってたよね。はい、うん、やってた。結果辛い。やばい、喜んどるこの人たち。辛いって。 OK、 いただきます。あ、あ、辛いよ、ちゃんとちゃんと辛い。ではいきます。まず当たり前に辛いのみたいですか。もちろんみたいですか。で、ちょっと辛い、これなんかお酢っぽい感じなんですけど、じゃないですか。はいはい、ついに来た砂糖入れたことない。結構いっちゃう。じゃないですか。これもナンプラー使ってるので、ちょっと辛いナンプラー、はい、入れますか。これ私もよく入れる。あ、入れたんですか。はいはいはい。あ、で、ああ、私は好きですが、みんなが好きかどうかは別ですね。やっと。あ、すごい。これは入れるわ。やって。どうかな、どうかな。ぜひスープも。うん、どう。でも好みかもしれんけど、確かに砂糖。でも辛さも程よい。そうなんですよ。からもうちょっと辛くしたいときは辛み足すなり、ナンプラー足すなりできるんだけど、甘みが残ってるからちゃんと汗もかいて、あ、これ美味しい。なんかあのちょっとこう、酸味に甘さと辛さが加わったことですごくタイっぽさも増して。あ、そうなのよ。そうなのよ。酸味ね。そう、そうなのよ。そうなのよ。いい感じ。めっちゃ感動したの。これはいい。嬉しい。お願いします。あ、気に入ってもらった。